青森県は三沢市に来ております。おー、あ、すげえ。エンジンメニューをやっていきたいと思います。濃厚です。めちゃうまい。一回味わうモード入っちゃうとダメなんだよ。もうどうも、サンドの飯よりチャレンジメニューが好き、マック鈴木おじさんです。私は本日、はい、青森県は三沢市に来ております。よ寒いあ、なんだここ札幌エビ名車。うわ、寒いここあったかい。なにこの、あ、ここラーメン屋さん。あ、ここラーメン屋さんね。なにこれ、大食いチャレンジ濃厚エビつけ麺。制限時間内完食で無料、おまけに他特典あり。挑戦者求む総重量およそ2キロ3000税込み。なにこれ、チャレンジメニューじゃん。なにここ寒さもしのげてチャレンジメニューもできるんじゃん。はい、というわけで今から私、青森県三沢市にございます、ありがとうございました札幌エビ名車さんでやられてるチャレンジメニューに、はいはい、していきたいと思うんですけれども、うん、今ゴリちゃんもこれ持っていただいたのと同じやつがあって、こちらのチャレンジメニュー制限時間30分と、ルールこんな感じですね。これ多分ですが、結構優しめなチャレンジなんじゃないか。で、ちょっとご主人にお伺いしたところ、1ヶ月前ぐらいに、ね、始まったみたいです。あ、最近なんですね。かなり最近。でもすでにも成功者いらっしゃる。もうすっごい嫉妬。もうすごい嫉妬。初めての成功者になりたい人間としては。あー、なるほど。その方がね、3分の星ぐらいでクレさんだろうかな。3分の星ってことは27分ぐらいですかね。あの、多分もう成功者いらっしゃるんで、僕が競えるのはもうタイムしかないのかなと。なるほど。今回そこに、ポイントを置いて、はい、チャレンジメニューをやっていきたいと思います。はい、エビお前は何のエビ？伊勢エビ、ボタンエビ、車エビ。キュンキュン。もういいですか？もういいです。おじさん39歳になったばっかり、腰痛いんですよ。おじさん大丈夫です。大丈夫、おじさん頑張ってるです。やってみよう。はい、というわけでこちらチャレンジメニューが来ましたので、早速チャレンジしていきたいと思うんですけれども、多分この前の冒頭のね映像でこのグツグツがあったと思うんですけど、なんかマグマってました。マグマってましたね。マグマと同時にものすごい素敵な香りが今店内充満してます。でこちらがチャレンジメニューです。早速いきたいと思いますので、はい、今日メインに関してちょっとこっちずれる、視線がずれる瞬間あるかもしれない、申し訳ございません。じゃあいきます。はい、お店の方にちょっとカウントダウン、すいませんお待たせしました、あの5秒前ぐらいからカウントダウンよろしいでしょうか。いきます。はい、5、4、3、2、1、スタートで、よいしょー、いただきます。いただきます。こんな感じかね。しゃー。でこれつけ麺のつけ汁はあのオーダースタイルらしいんで、すでにもうオーダーしちゃいます。すいません、つけ汁もう1個ください。お願いします。やっぱり速さでいきたいんでね、3分残しどうだろうな。おーい、このつけ汁、うわ、エビ強っ。エビの香りがしますか。すごい、あのね、焦げるというか、うん、香りが高くなった時のエビのこの感じがすんごいやばい。で、口に入れるとまず風味というかバーって広がるんだけど、で終わった後に鼻からファって抜けるんですよ、エビが。抜けるんですよ。なんでエビがね。なんで2回言うの。ありがとうございます。早い。向かうから捨てられない。今日は地元のね、めちゃめちゃ可愛いちびっこ見ますからね、お兄ちゃん頑張れよ。かわいい、ありがとうございます。かわいい、もう本当にもうめちゃくちゃ濃厚っすね、これ。うん、うまい。これ麺そんなにつけなくてもいいかもな。
本当ですか、うん、それぐらいもう味が濃厚というか、おなんかね濃厚なレベルがやばい、うん、ど濃厚ですねこれ、ど濃厚など濃厚、結構あるなあれこれ結構あんぜ、うまい、あの麺が、あースープは濃い分麺が負けるかなと思ったら、むしろ麺が超強力で全然負けてないというか、むしろ勝つぐらいの勢いだから結果バランスいいですよね。まあ簡単に言うとめちゃくちゃうまい。はい、わかりました。ありがとうございます。濃厚だからすぐなくなっちゃう。相当力強いなこの麺本当に。30分で意外と短い、ね、大丈夫です。めちゃくちゃうめえからなんか飛ばしようがねえなこれ。味わっちゃったよもう。一回味わうモード入っちゃうとダメなんだよもう。あ、そうだ。思ってるより極太で。スピードはあまり出せないかもしれない。これ食べ始めて思ったんですけど、これクリアされた方結構ガチだと思いますよ。ガチ寄りな人だと思う。よいしょ、すいません、ありがとうございます。あまりボンボコ入れない方がいいかもしれないな、うん、あこれ石焼きの方がね、うまみ強い。あ、そうなんですか。あっちの方がうまみ強い。やっぱあれすごいわ。人間でいうと筋肉オンリーのマッチョマンって感じですよ。全然わかんないです。すごいんですよマジで。なんか現役バリバリの時のシュワちゃんみたいな感じ。やばい、マジマッスルですよ。
くらいのセカンマッスルで取れるゴリシコ系ってことですか。ゴリゴリゴリ系ゴリゴリ系ゴリゴリ系マジで本当食べるわかる本当にすごい食べ応えがすごいつけ汁のおかわりお願いします。これ食べ応え結構やばいぜ。やべえわかります、ね、お箸と太さ変わんなくないですか。ほらあすいませんありがとうございます。これはスピードは出せないけども27分には勝ちたい。よく食べたなこの量本当に。ですよね。いやこれマジでセミプロ以上じゃないと多分食べれないですよ。あ、本当ですか。うん、ちょっとじゃあ大食いやってみようかなぐらいの、ね、ちょっと食べれる人とかじゃあ絶対ないですよ。わかります。結構ガチなのわかります。ガチですね。スピードが出せない。これ27分で食べたな。重量以上のそんなもんじゃない。そんなもんじゃない。全然違いますか。ちょ お腹に酔ったらこれ食べてみてくださいマジで。スープもやっていただいてる。あ、はい、じゃあスープできたらお願いします。はい、僕はちょっと後でどんな人がクリアしたのか細かく聞きたいと思います。ありがとうございます。
しい。スープの点が少しだけ変わってるみたいなんで。本当ですか、ありがとうございます。うまい。チャレンジ。辛いんですかこれ。めちゃくちゃうまい。こっちの方が好きかもしれない。マジでうまいんだけど、僕辛いのあんま得意じゃないんですけど、これはめちゃめちゃ美味しいの。本当にうまい。これいやきつっ。これマジうめえな。これスープ割りってあるんですか？あ、ありますよ。ありますか？はい。これお願いしてもいいですか？はい。これちなみにルールはスープも食べ終わったらなのかな？スープも飲み干すものとする。ここ大事ですよ。スープも飲み干すものとするですから、ここ大事です。正直僕これだけときつい。これだけだと。食べていく中でもし、あ、ちょっとスープ結構残りそうだなって思ったら、タイムギリギリだったらそれを前もって言った方がいいかもしれないですよ。スープ割り、わかります？この結構ガチなのわかります？いやこれはちょっとガチだわ。なんかうまそうだな。おっと、すいません、はい、あとあの油そばと煮干しそばもください。何言ってんだよ。うまそうだな。マジチャレンジはこれ割って飲んだら終わりだもんね。そうです ね、 そうすればこれ P でいいんだもんね。はい、その後出ますね。はい、いやせっかくならちょっと食べちゃおうかなって。せっかくなら食べちゃおうかなって。そんな感じで。ていうか、その2杯ぐらいにしとかいいかな。これ結構きついな、俺な。お願いします。あ、なるほど。普通でお願いします。はい。
チャレンジメニューの動画のはずなのにちょっとこの辺から変な空気になるんだよね。あ、普通に食うんだ、その辺。これあのちょっとねレベルはかなり高い。かなり高い。はい。30分だとこれは俺は高いと思います。なのでもしチャレンジされる方いらっしゃったら、はい、結構覚悟は決めた方がいいかもしれないです。ある程度。なるほど。って思いました。はい、そんな感じです。おう。煮干しと油そばでございます。煮干しと油そば。はい。あお。うわこれやべえ、やべえ、このルックスやべえ。すごいっすね。ちょっとちょっと混ぜて置いとく。先にこっち伸びちゃうから。あ、確かに。煮干しから。おお、すっきり系。すっきり系だけど麺は太い。結構でね、オフが乗ってんだよ。オフ。あ、これですか。あ、本当だ。うん、うまい。なんか食べ応えやべえ。さっきのチャレンジメニューはヘビーだったな。これも結構来てるもん。極太。すみません、おはようございます。油ストッパー。うわ、外が外れる。どうぞ、お待たせしました。ザンギになります。お、はい、辛味つけて食べてください。なんすかこれ。これはやばいな。この麺は油そばに適してるわ。多分これ食べた方がいいかもしれない。あ、本当ですか。僕はこっちにこっちをおすすめします。それ食べたいです。これ行った方がいいと思う。いや、マジでこれ超うめえ。もう歴代1、2レベルでうまい。やっぱ麺だな。すいません。
濃厚札幌味噌と焙煎醤油もお願いします。はい、これと、だってうまいんだもん。いやもうお腹減ってきた。お腹減ってきたじゃあこのこちらのスクリューパイルドライバーいただきます。全然違う、食ってるし、ほらさ、じゃあ行く？一個行く？え、いいんすか？一個行く？あ、じゃあ、いただきます。いや、マジで、これ、これ、これ、あ、すごい、おいしい、なんかからし味噌みたいな感じですか、わかんないけど、なんかニラとか入ってるのかな、これなんだろう、辛っ、すごい公式アプリがある。え、三沢エアベース店のこの札幌エビ名社さんのアップルストア、 Google プレイで手に入るよ、ぜひ。これは肉汁ってつけるだけある、うん、肉汁残儀で書いてるだけの肉汁がすごい。これは焙煎醤油、これは焙煎醤油、はい、ちょっと想像してるのとだいぶ違う、なんかね、これ醤油こういう感じなんですね。いや全然うまいっす、全然うまいっす。あのね、これはちょっとあそこに似てます、あの一風堂のピオみたいな、あの五行ってわかります？の乃木坂かどっかにある五行っていう、あの確かね福岡の空港かなんかにも入ってるんですよ、そこのちょ感じちょっと似てる。小橋真由美ですか？そうそう、小橋、小橋ちょっと、あ、そうのスッキリ系、ちょっとスッキリ系、軽くニンニクのあれがあそうっす。いいっすね、旅グルメ番組みたいな。細麺もうまいし、あの生姜をブレンドしたらまた変わる。あ、そう、冷蔵庫の生姜、うん、はい、ありがとうございます。そうだ、うん、結構お腹いっぱいですけどね。いや、でしょう、でしょうよ。ラスボスでございます。はい、あ、すみません、ありがとうございます。
ございました。あざす、あざす。どういう感情ですか。向こう側だよ、向こう側。スピードのスピードの向こう側ですね。溶けたバターみたく感じるんだよ。なるほど。おやすみなさい。いや結構あると思うんです。これってか27分でクリアされた方結構俺すごいと思うんですよ。これ食べれば分かると思うんですけど。いやもうやばいっすよ。いやこれはでもめちゃくちゃうまいっす。